東方幻想エクリプス最新情報。皆さんこんにちは。この動画は好評配信中の東方幻想エクリプスの最新情報をお届けする公式番組です。司会進行を務めさせていただくのはラーです。よろしくお願いします。お願いします。はい、そして一緒にゲームの魅力を伝えてくれるのは、はい、第1回ぶりですけど復活しました IKU です。よろしくお願いします。お願いします。はい、ゲームを詳しく説明してくれるのは、はい、プロデューサーの森です。ちょっと本日体調悪くてマスクしたままなんですけども、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。では今日はこのメンバーで番組を盛り上げていこうと思います。はい、ということで IKU さん、本当におめでとうございます、はい、お待たせすぎたかもしれませんありがとうございました。すみません、お迷惑をおかけしました。いいえ、はい、前回はちょっとおじさんと三上さんという協力なスペックが来ていただきましたので、はい、ありがとうございます。前回2人代打で来ていただいたんですけども、今回はそれに負けないように、あ、もう2人分頑張らせていただきますので、よろしくお願いします。ぜひお願いします。お願いします。では今回の放送もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では番組を始める前にですね、ちょっと私の方から一言お話しさせていただければと思います。現在ゲインリプではですね、皆様に楽しんでいただけるようにですね、試作やアップデートなどを進めさせていただいてますが、まあ、その中で一部ユーザー様にご不便やご心配をかけてしまうアップデートをしてしまうことがありまして、そこに関しては非常に申し訳ございませんでした。ただ、そういったご意見をいただけるのは非常に私ども運営にとっても非常にありがたいことかなと思っておりますので、ぜひぜひそういったご意見につきましては公式コミュニティなどでぜひともご意見として挙げていただけますと、運営一同すべて見させていただいておりますので、今後の運営に反映させていただこうかなと思ってますので、まあ、皆様実直な意見をぜひともよろしくお願いできればと思います。よろしくお願いします。はい、では空気を変えていつもの行きましょう。さて、まずはまたゲンリープはどんなゲームなのか知らない方もいらっしゃるかもしれないので、 IKU さん、ゲームの紹介をお願いします。はい、わかりました。では私の方からゲームの説明の方させていただきます。スライドの方お願いします。はい、東方幻想エクリプスは上海アイス弦楽団原作の大人気ファンタジー東方プロジェクトの世界観を題材に、ドドンパチシリーズをはじめとする数々のシューティングを制作してきたケーブが作り上げる二次創作シューティングゲームとなっております。幻想郷を襲う新たな異変を各キャラクターそれぞれの角度から追う重厚なキャラクターシナリオや、弾幕を破壊できるブレイク攻撃でお手軽に楽しめるシューティング、好みのキャラクターを自分だけの性能に育成できるスキル習得システムなど、やりごたえのあるゲームになっております。まだプレイしたことがない方はぜひプレイして遊んでみてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。では今回もいろいろと新しい情報をお届けしていこうと思います。番組の内容はこちらになります。まずはハロウィンイベント開催、次はバージョン 2.0 大型アップデート、次は秋季例大祭終点情報、最後はいつも通りのエンディングです。ぜひ最後までお楽しみください。まーす、はい、では早速最初のコーナーに行ってみましょう。はい、ハロウィンイベント開催開催今回はゲンリプ初のハロウィンイベントが開催されます。10月といえばやっぱりハロウィンですよね。そうですね、いきなりハロウィンで言っちゃうのどうかなと個人的には思ってるわけですけど、まあ、今回はですね、原力でも初めてのハロウィンということで特別なイベントを用意させていただきます。もちろんハロウィン限定の特別なキャラクターも用意しておりますので、ちょっとだけこの後お見せしようかなと思っております。楽しみですね。はい、かぼちゃ安直じゃない、かぼちゃはあ、けど今ちょうど65で願掛けチケットとかがもらえるかなと思うので。そうなんです。はい、
今バージョン 2.0 カウントダウンログイン報酬というキャンペーンを行っておりまして、まあ、この期間中にログインするとですね、ハロウィン限定の新キャラクターが、入手できるスカンタ系のチケットが、入手できますので、できるキャンペーンを行っております。今もログインすればもらえる感じなんですね、はい、もらえますので、はい、まあ、ぜひとも期間限定のキャラクターを入手するためにこちらのチケットをぜひ入手していただければなと思っております。はい、はい、どのキャラクターが新衣装を着るのか楽しみですね。そうですね、まあ、そこはもうちょっとだけお待ちください。まあ知ってるんでね。もうちょっともお待ちするというか、まあ、この後ご紹介になりますので。今回はめちゃくちゃ素敵ですよ。今回も素敵ですね。はい。いつものなんか季節のものがいいんじゃないですか。あ、まあ、自分はうどん芸好きなので、まあ、直近の夏の水着冷戦めちゃくちゃ良かったな、ね、はい、今回はですね、どのキャラクターが限定衣装を身にまとっているのか、まずは、今回の PV を用意しましたので、まあ、こちら見ていただければと思います。それではどうぞ。ハロウィンはもう目前、準備は万端ですわ。お嬢様も駒館も、そして私も。トリックはトリート。ああ、返事はいらないわ。いざよい昨夜ハロウィンパーティーの準備に大忙し。さて一体どうなることやら。おお。嬉しすぎですよ。いや今回もセクシーで、まあ、可愛らしくて素晴らしいな。個人の感想です。好きな要素を入れているんだよ。ことです。そうですね。今回も可愛くデザインしていただきました。ありがとうございます。ということでですね、PV でもご紹介させていただきました今回の、ハロウィン限定のキャラクターとして、仮想マメイド長イザヨイサピアが、ガンタティに登場する形になっております。まあ、こちらはですね、まあ、ハロウィンパーティーを始めるにあたって、まあ、ユニディアが用意した衣装になっております。まあ、こちらは、お話とかを見ていただければ、分かるようになっておりますので、ぜひぜひ皆さん、ご期待いただければなと思っております。はい、では次スライドお願いします。はい、ではここから、性能のご紹介になりますけども、ちょっと感動いただきました。あ、はい、ゲイユーさん、はい、ぜひともお願いします。わかりました。はい、今回、サピアは、地属性のブレイクシールドのキャラクターとなっております。パラメータ、攻守兼備といった具合で、攻撃力、防御力、霊撃力が不足なく設計されております。後ほど説明する特性との兼ね合いを考慮して霊力が特に高くなっておりますので、まあ、スキルも結構な回数使えるような形になっております。ショットは前方集中型で、通常の昨夜は拡散だったんですけど対局の性能となっており、最大の特徴としては、ブレイク時にショットが近接特化で高火力なものに変化するというものになっております。はい、既存のキャラですと、まあ、ベアクレンのショットとかが、まあ、比較的に近いのかなとは思っているんですけども、特性との兼ね合いで、統一戦線などでも活躍することができるかもしれないなと思っております。特性の説明としては、スキルを使用するために、自身に4秒間の攻撃力バフが発生するものとなっております。はい、まあ突数を上げていただけると、まあ、消費コストを下げたりとか、うん、そういうものが発生して、プラスになっていくものが追加されていくので、ぜひとも、遊んでみて、まあ、よければ願掛けの方してもらえればなと思っております。はい、ではスキルとちょっと両方で攻撃が出しやすいキャラクター、ね、そうですね、はい、比較的使いやすいキャラクターになっているかなと思っております。うん、
ただこちらはなんですかね、ちょっと、まあ、気になるリリース日っていつ頃だったか忘れちゃったんですけどすいません、開発なのにちょっといつだったか教えてもらってもいいですか。はい、じゃあ次のスライドお願いします。はい、こちらはですね、ハロウィンイベントホームテッドホームアパンハロウィンイズカミングというイベントと同時にリリースとなっておりまして、リリース日が2024年の10月17日からとなっております。そうですね、下手くそな振りから、説明していただいてありがとうございます、はい、こちらのイベントでですね、先ほどの昨夜と同じような格好をしているのかを含めて遊べるシナリオとなっております。でこちらのイベントなんですけども、まあ、育成イベントという形となっておりますが、まあ、今回なんとシナリオが全てフルボイスで収録されております。フルボイスですか。まあ、今回イベント初めてフルボイスになっておりますので、まあ、ぜひ楽しみですね。こちらも、はい、楽しみにいただければなと思っております。はい、そしてですね、こちらのイベントで、もらえる早期カードの報酬としてはこちらになっております。はい、はい、まあ、大図書館の苦労人ということで今回小悪魔の、早期カードになっております。でこちら、属性がですね、昨夜に合わせて地属性の、カードとなっておりまして、まあ、ちょっと防御力防御を、できるようなスキルが今回付与されておりますので、ぜひぜひ皆さん入手していただければなと思っております。なんか今回のこのカードはストーリー感がまたそうですね、感じれますよね。4人の揃ってもうめちゃくちゃ可愛い、勝手にストーリーが今回はコーマ感ということでね、コーマ感の中のワンシーンというところを、早期カードとして出ておりますので、ちょっと皆さんこちらのフレーバーとかも楽しみにいただければなと思います。あ、今回の願掛けの早期カードの方はどうなってますでしょうか。はい、じゃあこちらもスライドお願いしていいでしょうか。はい、今回はハロウィン衣装のパチュリーが願掛けで登場します。また一致ですね仮装してますから。あ、仮装です、ね、仮装です、すいません仮装です。はい、昨夜はウサギで、パチュリは猫、どっちもエッチですね芸能言葉ってウサギ今回、このパチュリのカードですね、トリック&シェイムという、カードとなっておりまして、こちらも昨夜に非常によく合う形で地属性となっております。で、まあ、こちらは攻撃系のスキルになっておりますので、まあ、ぜひぜひ皆さん入手していただければなと思います。はい、こちらパチュリーの早期カードについているスキルなんですけども、まあ、時期を追従するトレンス型の、スキルとなっておりまして、まあ、後ろからついてくる形で、貫通レーザーを発射するようなスキルとなっておりまして、はい、まあ、当然正面の敵弾を、一度に体力変換できる強力なアクティブスキルとなっております。はい、こちらも EXもちろんでございます。はい、なので、こちらの、早期カードも、入手が、最短だと10月17日から、入手可能となっておりますので、ぜひ皆さん挑戦してみていただければなと思います。はい、楽しみですよね。そうですね、どっちも可愛らしく早期カードもキャラクターもどっちも最高です。はい、森さん、ありがとうございました。はい、今回はキャラクターの事業プレイ的総合ですかね。前回は初藤寺さんでしたな。いや、もちろん私がやらせてもらいます。まあ、初藤寺さんより上手いんで。言いますね。はい、完全に復活しましたので、はい。でも一発の原力ガチプレイヤーとしてちょっと遊ばせてもらってるので、はい、頼もしい。ぜひ任せてください。お願いできればと思います。はい、ではよろしくお願いします。はい、それでは破天の塔50回でハロウィン昨夜の方のプレイ始めたいと思います。なかなか高めのステージ、はい、はい、難しいって、難しいところでって言われたので、ぜひお願いします
大丈夫、ちゃんと自分は100回まで登頂しているので、はい、安心してください。ハロウィン昨夜はですね、前方に攻撃を行うショットでして、ブレイクシールドとなっております。あ、いて、喋りながら説明するの難しい。早速すごいショットに切り替わりました、ね。はい、こちら、直近で販売されましたカゲロウと同じで、ブレイクシールドになるとショットの形状が変化するタイプのキャラクターになっております。結構なんかぐるぐる回ったり敵で止まったり、そうですね、敵にヒットで、集中攻撃みたいな感じで減速して、敵に対して連続で攻撃を行うことができるキャラクターになっております。はい、そうですね、基本前方ショットなんですけども、次の前後移動で、向きを変えることができるので、基本的には集中ショットなんですけども、比較的に時期を囲うように打ち込むことができるので扱いやすいオプションになっております。じゃあちょっと敵の周りとかを攻撃したいときは幅を広くしたり、そうですね、もうピンポイントで狙う場合はもう直線で、そうですね、集中させるということができるオプションですね。はい、で、ブレイクシールドなんで、近づいて攻撃したりすることもやりやすいというところで、比較的攻守兼用のどちらも汎用性の高いキャラクターになっております。やっぱりブレイクシールドという特性で、ある程度敵に近づいたときに攻撃が当てやすいショットに切り替わる。そうですね。例えば今みたいに近づくことで敵にダメージを重ねることができる。結構削れますね。そうですね。逆にその削りたくないときはあまり出さないように動かすこともできるので、この後こんな感じですね。もちろんブレイク普通のブレイクシールドとしての機能も持っているので、攻撃しないで、そうですね、攻撃しない場合はブレイクシールドだけの力を持って、弾を変換して、で、近づくことで敵に対して攻撃を上げることができるっていうようなちょっとキャラクターになっております。なんかブレイクシールドにトゲが生えちゃってショットになってますね。そうですね、時計の針みたいな感じをイメージして作成しました。大好きなお時計ちゃんが勝ちました、勝ちました。はい、はい、これで終わりになります。ありがとうございます。一応クリアはできたんで被弾はしちゃいましたけど、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、IKU さん、ちくぶれありがとうございました。ありがとうございました。このハロウィン昨夜は10月の17日よりリリース予定です。はい、ログイン報酬で、ガンガンチケットも獲得することができるので、お忘れなく遊んでみてください。お願いします。お願いします。さらに、今回もサイン色紙のキャンペーンを行います。スライドの方どうぞ。イザヨイ咲夜役を演じてくださっている角間愛さんのサイン色紙が当たるプレゼントキャンペーンを実施しています。この後公開しますこちらの画像がついた投稿スライドですね、をリポストしていただくと1名様にサイン色紙をプレゼントいたします。ただし、応募には公式 X のフォローと、現リプのユーザーランク7以上の ID が必要になりますので、気をつけてぜひ応募してみてください。応募してみてください。よろしくお願いします。お願いします。 IKU さん、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、では次のコーナーに行ってみましょう。バージョン 2.0 大型アップデータ情報。イエーイ。先ほどのカウントダウン6号で告知されたバージョン 2.0 について今までなんか詳細を発表していませんでしたが、ついに発表するんですよね。はい、そうですね、前回、放送でちらっと触れさせていただいたんですけども、異変クロニクルというものが開発中だったと思うんですけども、こちらがついに 2.0 で、実装となります。はい、こちらの異変クロニクルなんですけども、シューティングが苦手な方でも気軽にストーリーを楽しんでいただけるコンテンツとして、ちょっとチーム内で、試行錯誤を支援しながら開発したコンテンツとなっております。
まずは今回は動画の方をご用意しましたので、まずはこちらをご覧いただければと思います。どうぞ。はい、一応あのマスがありまして、つな、うん、がってます。そうですね、ステージクリアしていくと徐々に今まで確認できたストーリーが見れるような感じになっております。あの本みたいなのはストーリー、そうですね、ストーリーが読める感じ で今まで読んでた、まあこの時系列順に並んでおりまして、ストーリーとマス進めていくと、まあ日付が経っていくみたいな、徐々にキャラクターごとの、まあ、状況を見ながら、そうですね、はい、で例えばもうこの星が全部取れたら、取れたら報酬とか、そうですね、たくさん集めると、はい、まあエリア解放されたりとか、報酬を獲得できたりすることができます。早速始まります。この青いのが、まあ、今回、リエクロニクルって初の回路となっておりまして、まあ、自動で回収してくれるものになっております。これはいつもの回路とは違った形で集めるか。そうですね。で、しかも今回、今あの、自分が操作してないで、オート操作になっています。でまあ、自分で操作するとしたら、まあ、例えば 今までみたいにスキルを発動したりとか、あとは、まあ、ブレイクを発動したりするとかはできるんですけども、基本的にはオートプレイになっております。操作は基本的には自動でやってくれると、はい、ただスキルは任意で使うタイミングが決めれる、決めれます、うんうんうん、もちろんあのスキルもオートで発動は残ってはいるんですけど、めちゃくちゃ便利ですね。そうですね、ちょっと簡単になっちゃって、はい、見てて楽しいみたいな感じ。うん、あ、もう終わっちゃいましたね、喋ってたの。まあこのオートの要素が、まあ、シューティングが苦手だなっていうユーザーさんにもあの楽しんでいただけるようになった、初めてのモードということで、はい、うん、なんでまあ、 あのシューティングが苦手だっていうユーザーさんでも、あの、うん、育てたりとか、うん、なんとスキルを強化したりとかすることで、まあ、進んでいけることができるっていうような新しいコンテンツになっております。じゃあ今まで以上に早期カードの編成とかそのあたりが重要になってくるってことですよね。あ、そういうことですよね。なんで早期カードも育てて、キャラも育てて進んでいこうっていうような感じになっております。はあ、なるほど。もう一個行ってみますか。行ってみましょう、はい。さっき聞き漏れたんですけど、はい、青い回力はどうやったら出てくるんですか？青い回力は敵を倒すことで出てくるものなので、で、早く倒したりとか、うん、あのキャラを強くしておくと、うん、まあ、その獲得できるその青い回力が増えていくっていうようなものになります。うん、だから育てれば育てるほど回力がたくさんもらえるようになる。で、先ほどから今までのピンク色の回路、そうですよね。そうですね。これはあの今までの限界率同様、うん、まあ、ブレイクしたりとか、スキルの変換で、回路化したもの。なるほど。加算されているということですか。そうですね。どっちも加算されている。今左上に青いのと赤いのがチカチカしてると思うんですけど、変換して獲得している。いいんですよね。はい。まあ、イエンクロニクルちょっとこんだけ。まあ、軽くパッと説明したんですけども、まあ、ざっくり内容は以上になります。で、まあ、ちょっと補足をさせていただくんですけど、さっきのマップの画面に戻ってもらっていいですか。はい、まあ、こちら今あのステージを進めていただいたのは、メインストーリーと呼ばれる部分 の進行になっているんですけど、まあ、上下下にも上にもちょっとマスがあると思うんですけど、はい、まあ、これがいわゆる今まで異変解決でキャラクターのストーリーだった部分ですね。そちらがマスとして設定されております。で、まあ、こちら、異変クロニクル、クロニクルと言っているので、あの時系列順で、まあね、どこのキャラクターが、まあ、この時何をやっていたかっていうのが分かるようなものになっておりますので、まあ、例えばこのどこがいいですかね、まあ、ヨウムだったら、まあ、ここにあるんですけど、じゃあ実際その時の時系列ってどうなのってなったら、ちょっと上の方に
言ってもらえると、まあ、メインストーリーはこういうことをやってた時に実は裏側では用務はこういうことをやってましたっていうのが分かるようになっております。自分が持ってないキャラクターも見えますか？はい、見ることができます。なので、まあ、実際その敵として出てきた時なんでここで戦ってたのかみたいなところは、まあ、これを見ていただけるとより分かりやすくなるのかなと思っております。まあ、ちょっとスキップしますね、ちなみには素敵ですね。そう、はい、まあ、なんでここのプロローグの上を行ってもらえると、はい、そのメインストーリーの例えばちょっと上行ってもらっていいですか、1の4と4番のところですね、はい、そこでヨウムのお話が始まっているというところが見えるようになってますので、こういう意味ですよね。はい、そう。で、まあちょっと先に行くとアリスがのお話はその後少し後から始まっているっていうのが分かりやすくなっているかなと思いますので、まあ、実際にその東方幻想エクリプスのお話ってもう複雑にいろいろ絡んではいるんですけども、まあ、それがどのような形で進行していたのかっていうのが追いやすくなっているコンテンツかなと思っております。はい、ということで、いろいろ見ていただきましたが、こちらが、17日から公開されるプロリプスの内容となっております。これ完全にもう手触ってオートプレイ、オートプレイです。いいですよね。こちらは、まあ、シューティングが苦手なゆかさんでも楽しんでいただけるように作ったコンテンツがありますので、まあ、気軽に楽しんでいただければなと。が難しくて今まで、まあ、どういうお話だったのかなって思っているユーザーさんでも楽しめるようなコンテンツとして作っておりますので、まあ、この機会にぜひともお話も楽しんでいただければなと思っております。まあ、こちら異変クルンクルなんですけども、10月17日の段階ではですね、まあ、第1部の第2章までが実装となっております。ただまあこちら、第1部の第1章の時系列に含まれる16体のキャラクターのお話も書いておりますので、まあ、徐々にこちらの、ストーリーについては、更新していく予定ではありますので、まあ、ちょっとステージを遊びながらお待ちいただければなと思っております。わかりました、ありがとうございます。はい、アップデートの内容はこれだけではないと聞いていますから。そうなんですよ。最初に言ってたけど。はい、ではスライドの方お願いします。まあ、先ほどご説明しましたですね、異変クロニクルというのはですね、ステージ攻略ではオートプレイになってますので、まあその分キャラクターのパラメーターというのが非常に重要になってきます。ああ、なるほど、そこで装備アイテムが必要になってくる。はい、そうなっております。まあキャラクターの特性に合わせて、まあ、伸ばしたいパラメーターであるとかちょっと足りないなと思っている部分に、まあ、装備をすることによってそのパラメータを強化することができますので、まあ、そちらで、どのようなキャラクターでいくのか、まあ、どういうパラメータを上げていくのかというところが非常に重要になってきますので、まあ、そういった部分で、装備システムというものが、入る形となっております。なるほど、まあ、装備システムは、まあ、この異変クロニクルであって異変解決の方でも出したキャラクターに適用されたりするんですか？はい、そうです、ね。実は、その、キャラクターに装備したものに関しては指揮官も影響を受ける形となっておりますので、まあ、今まで育てた指揮官キャラクターも含めて、強くなることができますので、皆さんぜひ入手していただければなと思います。はい、ではこの装備アイテムはどこで入手できるんですか？そうですね、こちら、2.0 のリリースのタイミングだとですね、協力戦のコンテンツで主に入手できるようになります。こちらをご覧いただければと思います。はい、ということでちょっと、長らくお待たせしておりましたが、いよいよ協力戦が本開催ということでやっとプレイオープンから本開催になるってことです。レベルアップです。大変お待たせしました。
まあ、こちら、お待たせしすぎたかもしれないんですけども、まあ、こちらが、本開催となります。とはいえ、協力船の遊び方については、今まで通りと変わりませんので、安心してご参加いただければと思います。まあ、こちらに関してはですね、まあ、他の、プレイヤーの皆さんと力を合わせて挑戦することによってですね、まあ、装備品が入手できるような形となっておりますので、ぜひぜひ皆さん、協力船、参加いただければなと思っております。はい、私も装備アイテムを欲しいなんですけど。じゃあ、協力船で頑張りましょうか。頑張る必要ないですよね。はい、協力船については、まだまだ育成ができてない、ユーザーさんでもですね、補完できるように作られておりますので、まあ、皆さん、気兼ねなく参加していただければ、皆さんの、まあ、ポイントとかを稼ぐところに非常に有利になりますので、まあ、気兼ねなく参加していただければなと思っております。はい、その上でですね、この装備システムについても今後アップデートでパワーアップする予定となります。ただ、まあ、こちら、17日の段階ではまだ、装備システムというものが入るだけになっておりますので、もう少々お待ちいただければなと思います。はい、この装備システムもですね、今後アップデートでパワーアップする予定となっております。まあ、今日は来月までのアップデートスケジュールを用意してきたので、まあ、ちょっとこの場で告知させていただこうと思いますが、まあ、知ってるユーザーさんはいるとは思うんですけども、なんと電力は11月22日で1周年を迎えます。めでたい。ただちょっと来月の話ではあるんですが、こうして1周年を迎えられるのもこれまでたくさんプレイしていただいた皆様のおかげかなと思っておりますので、本当に感謝しております。ありがとうございます。ありがとうございます。今回はですね、まあそれを先出しではありますが、1周年で用意しているイラストなどもご覧いただこうと思います。それではスライドをどうぞ。おー、これはさすがに祭りの感じです。祭りの感じめでたい感じじゃない。めでたい、めでたい、当然めでたいじゃないですか。こういうのめでたい。はい、ということでですね、1周年ではですね、こちらの公開に合わせてプレゼントなどもたくさん考えておりますので、まあ、皆様ご期待いただければなと思います。それではですね、今後のアップデートの予定について説明させていただきます。はい、まずは、10月17日ですね、直近のアップデートでは、異変クロニクル、装備システムで協力戦の本開催が予定されております。で、11月13日、1ヶ月後ですね、まあ、こちらに関してはクロニクル、異変クロニクルのシナリオの追加ですね、と、装備強化というものが入ります。さらに EX 装備というものがあります。で、来たる11月22日には原力が祝1周年ということで、おめでとうございます。で、その翌週ですね、11月の29日にはですね、新イベント開催しようかなと思っております。はい、新イベントがついに育成攻略の次が、はいはい、出ます。で、まあ、また、異変クロニクルのシナリオも随時追加していこうかなと思っております。はい、まあ、こちらがちょっと、来月までのちょっとアップデートのスケジュールとなっております。おお、来月まですごい一日に情報が今一瞬で装備強化EX 装備ってすごい情報いっぱい出てきたんで楽しみですから、はいはい、ちょっとこちらの、内容につきましてはですね、追って、次の番組であったりとか、公式 X などで、はい、ご紹介していこうかなと思いますので、まず今は、17日の異変クロニクルを、堪能していただければなと思っておりますので、もう少々だけお待ちいただければと思います。お願いします。はい、森さん、ありがとうございます。本当になんかたくさんの情報量ですよね。いや、そうですね、情報量がすごい目白押しだったんで、はい、
もう一気に喋ってしまいます。ワクワク、はい。さて次のコーナーに行ってみましょう。はい、秋季例大祭終点情報。おー、はい、今月行われる第10回隠れ神社秋季例大祭に今回もゲームリップが株式会社ケープとして参加することになりました。今日はその内容について伝えしたいと思います。森さんお願いします。はい、わかりました。ではちょっとスライドの方お願いします。はい、まあ、こちら第11回白麗神社秋季例大祭ですね。開催日が、10月の20日日曜日ですね。東京ビッグサイトで、開催されるイベントとなっております。はい、まあ、こちらで、株式会社ケイブが、ブースを出しますので、まあ、ちょっとこちらお時間あれば来ていただければなと思っております。で、ケイブのブースに関してなんですけども、南4ホールの121番というブースで、今回は出展させていただこうと思っております。こちらなんと4階らしいですね。南4ホールってあんま聞かないそうですねなので皆さんいつも と、場所が違うみたいなので、ちょっと行ってみようかなと思っている方はちょっと事前に地図など確認しておいていただければなと思います。はい、はい。でこちら、ケイブはですね、東方幻想エクリプスのブースとして出展させていただきまして、原理プの体験私有コーナー、まあ、いつもやっている体験ができるコーナーですねをはじめとして物販やグッズの配布などたくさん用意しておりますので、ちょっと今回に関してはその内容をお伝えさせていただければなと思っております。はい、はい、ではちょっとスライドの方お願いします。はい、まずは、今回物販コーナーで、販売させていただくものに関してはこちらとなっております。まずは、東方幻想エクリプスのサントラ CD が今回初、やっと出ましたね、やっと出ましたを、制作させていただきましたので、ちょっとこちらを販売させていただこうかなと思っております。はい、でそれに合わせてですね、少し前に、コラボさせていただきました、ゴシックはまととめ と、東方幻想エクリプスのコラボで、制作させていただきました、サウンド CD ですね、こちらも合わせて、物販コーナーで販売させていただこうと思っております。はい、ぜひ。でこちら、最後アクリルスタンドと呼ばれるものを今回アクリルスタンドきたこちらが、2200円となっております。はい、キャラクター誰なんだクリスタンド。そうですね、5種類ですよ5種類ある。はい、ということで今回は、実物をご用意しましたので。実物きたー、はい、じゃあ早速見せていただこうかなと思います。はい、はい、ケイブさんお願いします。はい、お待たせいたしました。はい、こちらが今回の秋季例大祭の、原理プのグッズ軍団になっております。軍団っていつもより数が多いですよ、ね、多くなっております。はい、まあ、それぞれちょっといろいろと見ていこうかなと思っておりますが、いや、こんな形になっております。はい、あれ俺さんが持っているのは何ですか。バレちゃいましたわざとらしいこちらはですね、ノベルティとなっております。まあ、ちょっとこちらブースにお越しいただいた方にランダムでお渡しするものの予定となっております。こちらちょっと見えますかね。こちら各キャラクターが印刷されている特製のカードとなっております。はい、だいぶスタイリッシュでかっこいいですよ。そうなんですよ。しかもこの季節限定ものの、キャラクターたちも入ってたりしますので、ちょっと皆さんに来ていただければ、お渡しさせていただきますので、ちょっと数が結構あって、非常にマットな質感で、いい仕上がりになっておりますので、ちょっと自分のお気に入りのキャラクターなんかを探してみてもいいかなと思いますので、ぜひブースにお立ち寄りいただければなと思っております。何種類ぐらいあるんですか？何種類？
41もあるんですね。41種類もございます、まあ、こちらあの今まで登場したキャラクターたちが載っていますので、はい、まあ、ちょっとあのお気に入りのキャラクターが絶対あるかなと思ってますので、ちょっとお楽しみにしていただければなと思っております。ランダムですよね。ランダムでございます。はい、次はですよね、私の手元にあるコンパチとこちらのスタンドですよね、うん、はい、いかがですか。いいですね。アプリスタンド初めてですよね。はい、はい、そうですよね。非常に大きいアプリスタンドになってますね。はい、前回にもあのコンパチを配布しました。ああ、じゃあ前回も缶バッジ配布したってことは今回も缶バッジ配布するっていう感じなんですか、ね、でもキャラクターが違いますまあそれぞれ今回またあのバッジがもらえる条件なんかがブースであるんですよね。はい、変わっていますね。はい、まずはあの説明させていただきます。はい、まずは霊戦ですよね。霊戦のもらえる条件は統合幻想エクリプスのアプリ起動画面を停止してくれるともらえます。じゃあ今やってるユーザーさんはもうブースに来ていただければ、はい、もう起動画面を出してもらえれば、ね、こちらの缶バッジが入手できると、はい、おはい、そういうことです、うん、簡単にゲットできます月はレームですよね、今回の、うん、アニバーサリーレーム、はい、条件としては現時でアンケートを書いてもらえるとお送りします。うん、はい、そういうことです。最後は業務ですよね。業務は現時で X でなんか画像付き投稿してもらえばお送りします。そういう感じです。じゃあいろいろとあのブースに遊びに来ていただいてそれぞれやってもらえれば缶バッジは、はい、もらえると。そうですね、うん、揃えて全部ゲットでもできます、ね、なるほど。で起動画面アンケート X で投稿すれば3つ、はい、全部手に入るみたいな、はい、そういうことです。じゃあぜひ集めてもらえたらなと思います。現地で、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ではこちらのスタンドに関しては、ブースに来ていて1200円税込みで販売中ですのでぜひください。はい、ちょっと物販コーナーにつきましてはですね、ブースの横の方から、物販コーナーに入れますので、まあ、そちらで、来ていただければ購入できますのでよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。次ですね、ではこちら辺はクリアファイルと、ゲンリップのシールがありますよ。はい、はい、裏面もちょっと見せてください。どうぞ。アニバーサリーです。はい、この2つについてはあの自由コーナーを体験してくれるとお送りします。はい、ゲームを遊んでいただいて、まあ、こちらの2つのアイテムを添付していただければなと思っております。はい、両方とも満身創痍満身創痍ですね。はい、次ははい、こちらにそうですね、CD、 あの、いや CD見てもらいたいんですけど、こちらが、はい、あの CD ゲンリップ初のサントラ CD となっております。はい、はい、初めてです。やっと出ました。お待たせしました。満を持して、満を持して。はい、で今回は、テーマ曲を合わせた合計11曲はい、はい、ゲンリップにはまだまだたくさん楽曲があるので今回はボリューム1ということで、もうどんどん次もね、もちろん出してくれてもですね、出しますよね。でリストは後ろですね。はい、あのラベルの方にも森さんのコメントも入っていますもんね。そこは推しポイントでない気がしますが、すみません。まあぜひともあのゲンリップの中であの彩る BGM をあのサウンドトラックとして聴いていただければなと思いますので、ぜひ皆さんあのお手に取っていただければなと思っております。はい、で、あともう一個、こちらはい、はい、でこちらはゴシッカー魔法乙女という同じケーブから配信している、縦スクロールシューティングゲームとゲンリップが以前コラボした時に、制作された楽曲 CD になります。
ゴマオスと原理プの曲をなんと原理プのアレンジャーさんがミックスしてくれています。ジャケットもフーザンさんが、ゲーム内で書き下ろしてもらったイラストを元にジャケットを作らせていただいているので、豪華版となっております。またこちらの CD 購入していただくとゴマオスのゲーム内で使用できるシリアルコードも入っておりますので、これを機会にゴマオスの方も遊んでいただければなと思っております。可愛い乙女たちがいっぱいいるので、おすすめです。よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。でこちらゴマオスの CD ということで、もう一個ノベルティが、はい、ということでこちらになります。ここで説明してもらってもいいですか？はい、今回のこのシールですねについては無料配布なんですけど、はい、でも条件があります。条件、はい、条件としてはゴマオスの祈祷画面を展示してくれるとお送りします。じゃあこちらダウンロードしてもらう、ゴマオスをダウンロードして、うん、ゲーム画面を見せれば、うん、もらえるものになっている。そういうことです。はい、ありがとうございます。じゃあブースに来ていただいてですね、こちら見せていただければプレゼントさせていただきますので、こちらもご準備できそうであればお願いできればと思います。はい、お願いします。お願いします。で、こちら、CD が2種類ございますが、こちらは物販コーナーでそれぞれ、1500円ずつで販売しておりますので、こちらも合わせてよろしくお願いします。はい、はい、ということでですね、今回も大量に、ノベルティと物販を用意させていただきましたが、ちょっと、数に限りがございますので、なくなり次第ノベルティなどは終了とさせていただきますので、ちょっとご了承いただければなと思います。またノベルティに関しましてはお一人様1点までとなっておりますので、こちらも、改めてお願いできればと思います。お願いします。はい、そして最後にですね、ケイブのブースに来ていただくとですね、なんと出せますか？はい、はい、お待たせしました。ということで、毎回ケイブが、出ている時は、ショッパーというものを配布させていただいてますけども、今回もショッパーをご用意いたしましたので、希望の方には、プレゼントさせていただきます。こちら、かなり大きいショッパーとなっております。大事な同人誌もちゃんと入れられるので、はい、そしてこちらが裏面もなんとね、そういうことですよね、はい、このように先ほどの1周年仕様のレームがデザインされた特別なショッパーとなっております。はいはい、なんか記念な感じにもありますよね。豪華な感じのイラストと可愛い感じの小石のイラストの、はい、ショッパーとなっておりますので、皆さんこちらも、プレゼントさせていただきますので、ぜひぜひブースの方に足を運んでいただければなと思います。はい、よろしくお願いします。はい、ではこの番組もエンディングの時間となりました。はい、はい、最後に番組からのお知らせです。再度お願いします。東方幻想エクリプスの公式 X が運用中です。ゲーム内のリリース内容や最新情報の告知などをしていますので、よかったらフォローしてください。お願いします。お願いします。そして月のお知らせはこちら、はい、スライドお願いします。なんと原理プの LINE スタンプが販売されます。おお、価格としては100ラインコインとなっています。100ラインコイン、はい、そういうことです。いくらぐらい換算すれば250円くらい、はい、本当ですか？いや本当ですよ。約250円くらい、はい、はい、そういうことです、発売日としては、10月の18日から開始予定ですので、よかったら使ってみてください。はい、お願いします。はい、お願いします。はい、もうすぐですよ、18日。はい、ではお知らせは以上になります。それでは本当に番組も最後になりますが、 IKU さんいかがでしょうか？いやー、もう情報量が多すぎてねアップデートから
もうね、秋季大祭の情報まで、まあ、つめつめだったと思いますけども、まあ、これからも楽しんでもらえるように頑張っていきますので、引き続きよろしくお願いします。はい、チョッパー取りに行こうぜ。ありがとうございました。はい、次は森さんの。はい、まあ、ちょっと今回に関してはちょっといろいろと情報を詰め込みすぎてしまったかなと思いますが、まあそれだけあのユーザー様のユーザーの皆様にですね、楽しんでいただけることを随時考えておりますので、まあゲーム内外含めて、まあいろんなことをこれからもやっていきたいなと思っております。その上で皆さんがあの楽しんでいただければ、まあ今回1周年が近く迫っておりますが、この先も2周年3周年と皆様と一緒にいろんなことを楽しめればなと思っておりますので、まあ、それに向けてあの運営チーム一同頑張っていきますので、皆様もお楽しみにしていただければなと思いますので、あの引き続き遊んでいただければと思います。はい、おじさんありがとうございました、はい、もしよければこの動画への高評価をいただけると嬉しいです。嬉しいです。お願いします。お願いします。はい、これで本当に最後になります。皆さんご清聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。またお届けする情報があればまた配信させていただきます。はい、その時にはまたお会いしましょう。はい、はい、せーのバイ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 したくないですか。いや、ラさんもセリフないのかな。ないです。ないんだ。ちょっと締め入れてないの。締め入れてない。